1928年アムステルダムオリンピックの陸上競技女子800メートルは1928年8月1日から8月2日にかけて開催された。いくつかのメディアではこの種目で多くの選手が体力を消耗しあるいは途中棄権したと主張しているがスポーツ史学者のリン・エメリは選手が競技の後普通に呼吸していたと報告している。どちらにせよ 国際オリンピック委員会は女子にはこの距離は過酷であると判断しオリンピック種目から除外した。女子800メートルがオリンピック種目に復活したのは1960年ローマオリンピックからである。オリンピックの陸上競技にはもともと女子の出場が認められずアリスミリア率いる国際女子スポーツ連盟が女子オリンピック大会を開催して成功を収め、 IOC や国際陸上競技連盟と交渉して1928年、アムステルダムオリンピックで5種目ながら女子が出場できる種目を勝ち取った。その5種目とは、100メートル、800メートル、総高跳び、円盤投げ、400メートルアールであった。女子800メートルはこのオリンピックまで国際大会での開催例が少なく、どんな試合展開になるのかが期待されていた。 開催前の世界記録は、リナ・ラトケが1927年にマークした2分23秒7であった。ラトケは800メートルを専門としながら、短距離走でも世界記録を樹立したことがあり、円盤投げ、総幅飛び、砲丸投げでも、高記録を持つオールラウンダーで、カールスルーへのサッカーチームにも入団していた。1926年に、 スウェーデン用手リで開かれた第2回女子オリンピック大会に単身出場した日本の瞳絹枝は総幅跳びで5メートル50の世界新記録で優勝したほか、立幅跳びでも2メートル49で優勝、円盤投げで準優勝、100ヤードで3位の成績を収め、個人総合で優勝し、たった一人で国別順位でも5位を獲得した。こうして世界の瞳が誕生し、 第15回全日本陸上競技選手権大会で100メートルと総幅跳びで世界記録を更新して優勝、日本代表に選抜された。瞳はオリンピック開催種目に総幅跳びがないことを知っていたため、1927年より谷335コーチの下で100メートルの技術を磨いてきた。事実上、100メートル1本に絞って、 アムステルダムオリンピックに臨んだ瞳であったが、7月30日の準決勝で4位となり、敗退した。ザンダムの宿舎で泣き明かした瞳は、このままでは日本に帰れないと考え、エントリーだけはしてあった800メートルへの出場を、竹内博士三郎監督に懇願した。800メートルの出場経験がない瞳が、世界のトップレベルの選手と争おうとするのを、竹内は、 反対したが、瞳の意志は固く、最後には竹内が折れた。そして、竹内と、男子日本代表が集まって、出場経験のない瞳のために、ダグラスローを模範とした800メートルの走法と、戦略を叩き込んだ。WR 世界記録、AR エリア記録、CR 選手権記録、グレーン、大会記録、NR 国家記録、OR オリンピック記録、PB 自己ベスト、 SB シーズンベスト WL 世界最高90位による通過8月1日に開催され13過国25人が出場したコース取りは各選手によるくじ引きで決まった瞳が控え室入りすると見慣れない顔に他の選手は気厳そうな表情を浮かべた当日は時々小雨が降っていた第1組 マリー・ドリンジャーとインがゲンツェルの競り合いで始まり、2周目に入るとドリンジャーが飛び出し、ゲンツェルを3メートル離してゴールした。記録2分22秒4は世界記録を更新した。第2組瞳は最もアウトコースから出走した。竹内監督から予選通過を第一に力をセーブせよとの指示を受けた瞳はトップを走ったら時計にくっついて2位でゴールした。 感染していた、野口玄三郎は、ラトケが美しいフォームで、終始リードし、続いて、瞳も、余力を残しながらゴールしたと記している。第3組ジーン・トンプソンがリードし、これに、エルフリーでベーファーが続いて、1周を1分07秒で通過した。トンプソンは2周目のバックストレッチからさらにペースを上げ、2位に浮上した、フローレンス・マクドナルドを10メートルも引き離した。 ホームストレッチでマクドナルドも必死に親やげ1メートル差まで詰めたがトンプソンが逃げ切った。記録2分23秒には一組のドリンジャーには及ばなかったもののオリンピック開催前の世界記録は破った。決勝に進出したドイツの3選手左から順2ドリンジャー、ラトケ、ベーファー8月2日に雨の中実施された。フィールドでは男子3段跳べの予選が終わり、 決勝の開始を待っているところであった。女子800メートルの決勝に進出したのは、日本の瞳のほかドイツ3人、カナダ2人、スウェーデン、アメリカ、ポーランドが、各一人の、計9人で、いずれを取らぬ、選手揃いであった。前日の走りを見ていた、野口玄三郎は、瞳が、思いのほか有望なのでは、という予感を覚えていた。15時50分。 招集を終えた選手がスタートラインに現れた。瞳は最もインコースを獲得し、合法と共にトップに踊り出た。瞳にとっては作戦通りだったが、これをフィールドから見ていた小田美きと南部忠平は、おい、下がれ、下がれと声を上げた。監督らの指示は他の選手について行って入賞機会を伺えというものだったからである。 オダラの声が届いたのか瞳は下がり、ラトケ、トンプソンとローゼンフェルドのカナダ勢二人、ゲンツェルラが前に出た。第三コーナーに達した頃には瞳は6位まで交代していた。瞳は慌てることなくこのまま一周目を終えた。ストップウォッチを持って観戦していた野口玄三郎はレースに見入って一周目の通過タイムを見落としてしまった。二周目の第二コーナーに差し掛かると、 瞳は一気にファニー・ローゼンフェルドとドリンジャーの二人を抜き、三位のトンプソンに追いつき、追い越した。この時二人の腕は激しくぶつかり、アウトコースから抜きにかかったトンプソンは再び、瞳と衝突した。ここでトンプソンがよろけ、トンプソンのスパイクが瞳の右膝を引っかいた。これがなければ、勝者の月景観は瞳の頭上に輝いたに違いないと、 野口は感想をこぼしている。なんとか3位を死守した瞳は4メートル先のゲンツェルを懸命に追った。すでに力を使い切って足が思うように動かなくなった瞳は竹内監督の疲れたら腕を触れの言葉を思い出し懸命に腕を振った。スパートをかけ、よろめきながらもなんとか体勢を立て直し最終コーナーで2位のゲンツェルを抜き去ると前を走るのはラトケだけだった。 しかし、ここで、瞳は、目がかすみ、記憶が飛んだ。ラトケとの差は挽回できないほど離れていたが、一歩ずつ、ラトケに迫っていく瞳の気迫ある走りを、監修は食い入るように見つめた。記憶をなくしながらも精神力で駆け抜け、2位で、ゴールラインを割った。WR 世界記録、AR エリア記録、CR 選手権記録、グレーン、大会記録、NR 国家記録。 オ r アオリンピック記録 PB 自己ベスト、SB シーズンベスト WL 世界最高、90位による通過800メートル決勝の出場者は、全員完走したものの、全員が、ゴール後に倒れ込んだ。他の選手が仰向けに倒れたのに対し、瞳だけはうつ伏せに倒れた。野口玄三郎は皆苦しそうで、虚脱状態にあったと記している。瞳はあらかじめ敷いておいた毛布を手探りで見つけ、 自分の順位もわからないままその上に倒れ込んだ。トンプソンのスパイクで傷ついた膝からは血が滲んでいた。フィールドに入れるのは選手だけだったため、男子三段飛べの大紀夫と南部忠平が自分の肩に瞳の腕をかけ、三段飛べのピット前まで連れて行った。その様子をスタンドから見ていた日本人は皆涙したという。意識が戻り、支えがあれば、 なんとか立てるようになった、瞳の目に映ったのは、三本あるうちの左のマストに、はためく日の丸であった。ようやく自らが、銀メダルを獲得したことを認識した瞳は、私はやはり日本の女だ。大和魂が走らせたのだ。と思った。ニューヨークイブニングポストは、瞳絹縫城の出現を見て、我らの日本女性間に、非常な誤りがあったことを痛感せざるを得ないという。 社説を掲載した。女子800メートル決勝の後で実施された男子三段飛べ決勝では、小田美希夫が日本人初の金メダルを獲得し、南部忠平が4位に入賞した。宿舎のあるザンダムに戻ると、子供たちが街の入り口で日の丸を振って出迎え、宿舎のレストランには住民有志から寄せられた百合の花がにかごを置かれていた。夕食は祝い前となり、 この日のために日本から持ち込んだ小豆と餅を使って赤飯と雑煮が食卓に並んだ。全選手が倒れ込んだのを目の当たりにしたことからアンリド・バイエラ・トゥール会長は古代オリンピックに習い女子金星に戻した方がいいとの試験を発表。IAF の役員らは様々な議論を戦わせた結果女子800メートルの継続開催に賛成が9、反対が12で 800メートルは女子には過酷で健康を害するので除外するとの判断を下した。女子800メートルは1960年ローマオリンピックに復活するまでの32年間実施種目から除外されることとなった。この試合をスタンドから観戦していた野口玄三郎は第9回ウリムピック陸上競技の研究という本を1929年に上司した。 この中で女子800メートルの成績が10年前の日本の男子選手と同じくらいだと表し、女子陸上競技の国別ランキングで日本が出場21カ国中7位となったことについて瞳を称えるとともに近い将来に日本の女性の平均体位をここまで向上させたいものだと述べた。女子の陸上競技に反対する国がある一方で、そうした国でも 女子の陸上競技は盛んに行われており、女子の特性に応じて適切に行われるのであれば、スポーツとしての価値があるとの意見を表明した。瞳は、その後、女子オリンピックから解消した第3回、国際女子競技大会など、各地の国際大会を転戦し、忙しい合間を縫って、講演会をこなした無理がたたり、 1931年8月2日に24歳の若さで生涯を閉じた。くしくもアムステルダムオリンピックで銀メダルを獲得してからちょうど3年の日であった。瞳の次に日本の女子でオリンピックの陸上競技でメダルを獲得したのは1992年バルセロナオリンピックの有森優子であり、その間64年もかかった。偶然にも瞳と有森は 同じ岡山市出身である、ありがとうございます。